プランタソラ R20 とは、スペインアンダルシア州セビリア県サンルーカルラマイオルに、ある、太陽熱発電所。定格出力は20メガワットである。なお、スペイン語でプランタは、工場設備を意味し、ソーラーは、太陽のを意味し、略称で、PS20 と呼ばれることもある。また、英語圏では、PS20 ソーラーパワープラントすなわち、PS20 太陽熱発電所といった、 呼ばれ方もしている。二つのソーラーパワータワーが映っている。これらの内奥に見えるのがプランタソラール20のものである。参考までに手前側に見えるのはプランタソラール10のものである。プランタソラール20は2006年に建設が開始され、2009年に運転が開始された。プランタソラール20ではヘリオスタットと呼ばれる巨大な可動橋を多数用いて、 ソーラーパワータワーに太陽光を集中させ、それを熱源として発電を行っている。このため、プランタソラール20で発電を行っても、発電時には二酸化炭素が発生しない。出力は20メガワット、年間電力量は4万8000である。なお、プランタソラール20は、プランタソラール10の改良型にあたり、基本的な発電の仕方は同様である。 2014年にアメリカ合衆国西端部のカリフォルニア州でアイバンパー太陽熱発電所が稼働を始めるまでタワー式の太陽熱発電所としてはこのプランタソラール20が世界で最高の出力を誇っていた。プランタソラール20はスペイン南西部セビーリャ県の中心都市でアンダルシア州の州都でもあるセビーリャの町から西に約 20km の場所に立地している。 この辺りは比較的乾燥した地域で特に夏は乾燥しており、降雨は冬に集中する地域である。プランタソラール2 0では少なくとも1日あたり9時間の日照が年間3 2 0日ほど得られ、さらに夏至の頃に至っては1日あたり15時間の日照が得られる。プランタソラール2 0の敷地内に設置されている1255個のヘリオスタットは すべてアベン号はソーラー射精である。それぞれのヘリオスタットの反射面は12平方メートルの大きさであり、ここで受けた太陽光を高さ165メートルのソーラーパワータワーの頭頂部にある太陽熱を受け取る場所に向けて反射している。この熱を蒸気を発生させるために用いて、それを発電用タービンに送り込むことによって電力を発生させている。すなわち、 気力発電を行っているのである。これによって、プランタソラール20で1年間に生み出される、電力量は48に達する。プランタソラール20は2006年に建設が開始された。ところで、太陽熱発電所である、プランタソラール10は2004年に建設が開始されて、2007年3月30日に商業運転が開始されたのだが、プランタソラール20では、 プランタソラール10で用いられた重要な技術のうちのいくつかに改良が加えられている。つまり、プランタソラール20は、プランタソラール10が商業を運転される前に建設が開始されたのにも、かかわらず、改良型のプランタソラール10として、プランタソラール10建設開始の約2年後に建設が開始されたのである。プランタソラール10と比べると、より高効率に、 太陽光による熱を受け取れるようにした他にも、発電所の制御システムの改良や、より太陽熱の貯蔵を行いやすくする改良が、加えられた。そして、プランタソラール20は2009年に運転が、開始された。なお、プランタソラール20の建設完了後も数年間に、わたって、プランタソラール20の敷地内には、太陽熱発電所の部品類が残されたままであった。 これは、プランタソラール20を所有するアベンゴアソーラー社が、ソーラープラットフォーム建設の一環として、付近に、さらに別の太陽熱発電所である、ソルノバ太陽熱発電所を建設中であったためで、ある。2008年の1年間に、スペインで発電された電力量は313,700、つまり、313.7であった。 ファースト EU コマーシャルコンセントレイティングソーラーパワータワーオープンズインスペインエンバイロメントニュースサービス2012年3月20日閲覧アベンゴはソーラービギンズオペレーションオブワールズラージストソーラーパワータワープラントアーカイブド2009年6月18日アットザウェイバックマシン AB プランタソーラー20 コンセントレイティングソーラーパワープロジェクツアメリカ合衆国再生可能エネルギー研究所アメリカ合衆国エネルギー省2012年3月20日閲覧ソルルピセスホームページ solarpaces.org オリジナルの2012年2月10日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 2 1 0 1 5 2 8 5 1 h t t p w w w s o l a r p a c e s o r g t a s k 1 p s 1 0 h t m 2 0 1 2年1月25日閲覧 アベンゴアソーラープッツイッツ PS20 ソーラータワーイントゥオペレーションスパニッシュニュース2012年3月20日閲覧イナウグラダイエヌソンルーカーウナプランタソーラークプリデューシラエネルギアパラーペーストサーエイトーダセビリアエルペイズ S2007 年3月31日閲覧ソーラータワーセビリアスペイン パワーテクノロジーネットリソーシズインターナショナル2012年3月20日閲覧ありがとうございます。